令和の虎、その思いを金に変えろ。はい、こんにちは。こんにちは。今日は久しぶりに高田社長に来ていただいてるんですけれども、はい、今日視聴者の皆様にご案内がありましてですね、動画を撮らせていただいております。発表内容というのはですね、なんと令和の虎に高田社長が復活されます。はい、復活ですが、はい、司会として復活させていただきます。これからですね、初司会の収録があるので、ちょっとその収録の前にですね、少しお時間をいただいてですね、この新司会になりますよというところのご案内、動画撮らせていただいてるんですけども、うん、この経緯がすごかったですよね。そうなんですよ。これ少しだけ明確に僕ちょっと言いたいんですけど、7月の下旬に、はい、まあ、主催からのいろんな連絡がありまして、はい、僕の方にも実はご連絡いただいて、まあ、今こう令和の虎っていうコミュニティの中で、はい、またその大きなことが起こっているんだろうなっていうのは、うん、ある意味こうちょっと距離を置いている身からしても感じていたんですね、はいはい、それで8月の上旬ぐらいにムッキーさんから、はい、個別に連絡いただいて、はい、Facebook ライブをサロン向けのやるんで、はい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 、来れますかっていう連絡が来て、はい、でその時点でその前の週に Facebook ライブをやられてたのを見てたんで、はい、ああいう感じでみんなが来てなんかやるんだろうなって思ってて、はいはい、スケジュール見たら空いてたんで、はい、あ、行きますよっていう形で返答させてもらったんですね、はい、行ったら、はい、ほぼなんか僕だけみたいな感じの状況になってて、ね、私ともう高田さんの個人ライブみたいですよね。そうなんですよ。で今回せっかくこういう場を作ってくれたんで、はい、ズッキー社長にお聞きしたいんですけど、はいはいはい、あの状況ってカメラが回ってます、うん、モドリス現社長ここにいます、はい、東日本サロンの支部長の村上さんがこちらにいます、コメントに主催がおられます、はい、その中でモテキさんから伝突が来て、伝突の会話の流れで高澤さんそういえばいつ復帰するのみたいな話にいきなりなんかぶっ込んできたんです。 で、多分僕の記憶が正しければすぐにピッて主催からコメントが入って、高澤さん司会なんてどうですかみたいなのが入ったっていうのを僕はイメージと思ってて、はいはいはい、間違いなく合ってますよ。合ってますよね、はい、合ってますよね。もう一回冷静に言うと、社長がいてサロンの東日本トップがいて主催がいてモテキさんがいらっしゃるっていう状況で、はい、もうそりゃ前のめりでやりますって言うしかないじゃないですか。これはどういう経緯だったのかっていうのは、本当にあの場でできた動き、本当ですか。本当に本当に、敵さんが少し煽ったんですよ、高田さんに戻るんですかみたいな。でもそれはもう高田さんに対しては我々はもういつもレガントラに戻ってくださいよっていうことは働きかけて、高田さんは少しここに対しては、まあ、恐縮ですって感じで、まあ、そういう会話が続いてたんですけど、そこに Facebook ライブをいわゆるすごく今楽しみにしていて、そこのコメントのところでポンって高田さん司会やってよってなったじゃないですか。であれは別に本当に仕込んでないっていうのは、あの場で巻き込まれて、うん、なんとモテキさんもしかやることになるじゃないですか、ね、そうなんですよ。実は後日談なんですけど、はいはい、モテキさんにも答え合わせしたんですよ、はい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 、モテキさん何ですかあれ、はい、突然みんなでいや全然違うんだよってモテキさんも言ってたんですよ、うんうんうん、だから本当にそうなのかなって今ちょっと思い始めます、はい、そうですよ。ということで、そういうね、あのオンラインサロンの Facebook の中でのやり取りの中で、まあ、高田さんが司会をやってくださることになりました。で今流れでも言ったんですけども、茂木社長もやってくれるということなんで、うん、今司会が計6名、はい、出回していることになったんですよね。バーンさん、雫石さん、そして新藤桃さん、乙武さん、茂木社長、高田社長と。でこれでですね、月12本の収録をですね、2本ずつですね回していくという形で、なんで次の日のあの Facebook のとこの投稿にもですね、岩井がいやこれで司会は盤石やって言って、それはでも岩井の頭の中にはずっとあったらしいんですよ。高田さんに司会を最後オファー出したいなっていうところがあって、それがあのライブで叶ったっていう感じだったみたいです。いやめちゃくちゃ嬉しいです。はいはい、なんで、まあ、高田社長なかなかね首を縦に振ってくださらないんですけども、振った瞬間からはものすごくやる気になってくるので、いや僕は本当に高田さんが司会としてどういう司会っぷりをするのかとか、まあ、どういう司会像を目指しているのかとかっていうことをちょっと伺いたいなと思ったんですけども、うん、どんな感じですか。まあ、僕は言うてもやっぱり面白くないんで、やっぱり真面目なんで、うん、なんかこう面白さとか誰かをこう笑わせるようなことっていうのは多分どっちかっていうと苦手なんですよね。ただやはり志願者の席に座るっていう人に対してどれだけこう思いを持って、どういうストーリーを持って、どういう気持ちでこの席にお座りになっているのかっていうのは視聴者の方には特にお伝えしたいし、うん、虎の方にも強くお伝えしたいなっていうのはすごく思いますね。それはなんか、うん、虎の方に座ってた身からしてもすごい強く感じてたんですよね、うん、志願者に対しての思いっていう。
そこはすごい感じますが、ますが、皆さん、僕はこの収録離れてから、ほぼ1年ですよ。はい、1年っていう、まあ、ブランクがある中で、はい、そんな高望みしてもしょうがないなっていうところもあるんで、まずは皆さんが、多くの人たちが作り上げてきた、この令和の虎っていう、まあ、コミュニティに、一旦こういう形で復帰をさせていただくっていうところを、心から感謝の気持ちを持ちながら、皆さんと共に作り上げていきたいなっていうのが、本当に謙虚な気持ちを持っていますというところが本心です。岩井は多分悲願だったと思うのが、虎出身の方が司会をやるっていうので、うん、また全然この司会の景色が変わると思うんですよ。確かに乙武さんとか虎もしてくださってますけれども、この本家の中で長くレギュラーを務められている高田さんとか茂木さんとかっていうのは、こっち側の人の気持ちも分かるし、うん、逆にこっち側に座った時にあっち側の視点っていうのをまた得ることによって、またこの虎側に座った時にまた視点が変わるのかなみたいな、すごい楽しみで。確かにそこは非常になんか自分からしても、はい、興味があるところで、うん、司会の席っていうのは当然志願者の方と虎の5名この方々を全体俯瞰をしてみなければいけないですよね、うんうんうん、そういう立場っていうのはやっぱり虎に座っている限りは、はい、そういう役割ではないんで、うん、役割の違いっていうのは非常に感じるんで、そのあたり面白さというか、はい、ワクワク感っていうのは非常にあります、うん、であと一つこれは絶対言いたいなと思ったのが、僕もこの1年間いろんなことが自分の周りでもあったし、うんうんうん、今でもあります。ただ岩井さんはこの状況の中でも常に前を見て進んでいくとおっしゃってる。これは僕云々ではなくて、やっぱりみんな前を向いて進むべきだっていうのが一番強く感じたんですよ、うん、どんな理由があってもやっぱり前を向いて胸張って行動していこうって岩井さんを見て思いました。やっぱ岩井さんかっこいい、本当に本当にそう思いました。ありがとうございます。なんかでも岩井は最終的にはやっぱ高田さんにここに戻ってきてほしいんですよ、こっち側の虎の席にね。で岩井はもう司会やって、志願者も10回近く出て、で虎もやってたじゃないですか。いつも言ってるのは、いや一番虎が気楽やって言ってたんですよねなのでまずは司会として、そうそうそう、高田さんにまた視点を増やしていただいて、もうちょっとしたら高田さんがまた虎で復活してくれると嬉しいなと思って、我々は待っておりますんで、よろしくお願いいたしますね。はい、こうやってまたカメラの前でやられるとはい、ということで高田社長が新司会になりました。今日ですね、この後に初収録が始まりますので、また配信がされた時にはですね、ぜひともお楽しみいただければなと思っております。高田社長、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。仲間とつながれる、トラとつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。